こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、グローバルワークの冬のセールで買うべきアイテム5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあすっかりセールの季節になりましたね。まあ年明けからですね、いろんなお店がセールをやっているわけなんですが、まあこの時期にですね、お洋服を買うというのはすごくお得で良い反面ですね、やっぱり無駄な買い物も増えてしまいがちなので、まあ先日もですね、動画を出しましたが、セールって注意が必要なんですね。まあなるべくですね、自分が今必要なものというのをピンポイントで買うことが大事なんですが、そこさえずらさなければやっぱりセールにもたくさんのメリットがあるんですね。まあ特に最近は服がですね、全体的に値上がりしているので、少しでもですね、お得に買いたいという方いらっしゃるかなと思うので、今回の動画ではですね、僕の動画の中でもおなじみのグローバルワークの中からですね、この冬服は間違いないよというものをですね、5つに絞って皆さんにご紹介したいなと思っていますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。まあどのアイテムもですね、セールだからおすすめするというわけではなくて、これですね、定価であってもおすすめできるような比較的使いやすくて大人の男性だったら似合いやすいアイテムが多いかなと思います。またユニクロだとか GU とはまた違ったですね、雰囲気のものもなるべくですね、多めに取り入れていますので、ちゃんとそのあたりとも差別化ができるかなと思いますので、よかったら皆さんも今後のお買い物の参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの業務ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的にグローバルワークの冬のセールアイテムの中からおすすめのものを皆さんにご紹介をしていきたいなと思っています。まず一つ目なんですが、こちらですね、軽やかストレッチチェスターコートですね。価格に関してはですね、13,970円が定価なんですが、セール価格になっています。ただちょっと僕が今見ている価格と実際に皆さんが見るタイミングで価格が微妙に変わってくるかなと思うので、現時点の価格はですね、あえて言わないようにしますが、かなり買いやすい価格帯になっているので、まあ、ぜひ皆さんにもお勧めできればなと思っています。まあ、チェスターコートというアイテム自体はもう今になってはですね、トレンドアイテムというよりはベーシックなアイテムの立ち位置になってきているかなと思います。まあ、いろんなブランドで作っていますし、ユニクロにもあるので、すでにお持ちの方も多いかなと思うんですね。で、グローバルワークのチェスターコートも非常に使いやすいような、すごくベーシックな形になっていまして、まあ、ボタンは3つついていて、シルエットは割とですね、ジャストサイズ寄りなんですね。今のトレンド感をふんだんに取り入れたような、肩のラインが落ちていたりだとか、ちょっとゆったりめのチェスターコートではないので、割とですね、40代以上の大人の男性でベーシック志向の方に似合いやすいようなアウターかなと思います。一方で20代後半から30代前半の方だとちょっとタイトすぎるかなと思う方もいらっしゃるかなと思うので、まあ、適性があるんじゃないのかなと思っています。またこのようなチェスターコートといえば、やっぱりユニクロもあって、ユニクロのチェスターコートって素材感がですね、ウールカシミアで非常にいいんですね。なのでそことの比較になってくるかなと思うんですが、今回ですね、グローバルワークで個人的に推した色というのがありまして、それがですね、グレージュというカラーなんですね。これなぜいいかと言いますと、ユニクロのチェスターコートとの違いがしっかりと出るところなんですね。ブラックとかだとやっぱりユニクロにもあって、素材感がいいとそっちの方が優位性が高くなるかなと思うんですが、まあ、ユニクロのチェスターコートってベージュブラウン系の色で言うと結構濃いめのブラウンなので、割と重ためのカラーが多いんですね。一方でグローバルワークのこちらのグレージュに関しては明るいんですよ。まあ今ですね、1月に入ってから新しいコートを買うんだったら、まあ新春ということで暗い色もいいんだけども、このようなグレージュみたいなものを選んでいただくと結構鮮度が高いかなと思います。まあチェスターコートというめちゃくちゃオーソドックスな形で、なおかつサイズ感が結構タイトなので、どこかにアクセントがないとなかなか素敵に見えづらいというところもあるかなと思うので、ここはカラーグレージュでしっかりと人との違いを出してあげるといいんじゃないのかなと思います。まあ、ウーリテックという素材を使っていまして、ウール見えするような化繊の素材なんですね。なので風合いで言ったらやっぱりユニクロの方が高見えするのはこれは間違いないんですが、化繊のメリットもたくさんあって、軽くて着心地がいいんですね。このあたりにはメリットがありますし、素材の質感もものすごく細かく見ないとやっぱりわからないという方も多いかなと思うので、まあ、使い勝手の良さを優先するのもすごくいいかな
かなと思うので、特にこのグレージュカラーに関してはユニクロとの差別化もできますし、かなりおすすめできるポイントになってくるかなと思います。グローバルワークのチェスターコートというのはもう毎シーズンリリースをしていまして、ある程度ベースのデザインが決まってるんですね。ですのでセール価格で買っておいて、今年だけではなくて来年以降も着るという意味ではすごくですね、一着あると便利なアイテムかなと思いますし、まあ、セール価格だからこそベーシックなアイテムなんだけども、普段取り入れないような明るめのチェスターコートにもトライしてみるのは非常にいいかなと思います。決してコーディネート難しいってことはなくて、コートの下に丸首のニットを着るんですが、ホワイトだとかライトグレー、ライトベージュみたいな色と合わせていただいて、ボトムスブラックで合わせれば、これだけで着こなしが完成してしまいます。まあ、こちらのようなスタッフコーデもですね、ぜひ参考にしながら着回しを考えていただければ、全然色合いとしては難しくないので、まあ、ぜひ皆さんこちらのチェスターコートもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、こちらですね。冬といえばチェスターコートと、もう一つ欠かせないアウターなんですが、こちらハイスペックアーバンダウンですね。こちらもセール価格になっています。僕の動画の中でも何度かご紹介したことがあるので、こちらのアイテムは知ってる方も多いかなと思います。定番的なダウンの形のど真ん中のですねデザインになってるかなと思うんですが、ダウン特有のステッチもこちらは入っているんですけども、割と上品なウール見えするような素材を使っているので、カジュアルに見えすぎないのがすごくバランスがいいのがこちらのダウンになってるかなと思います。まあ、ユニクロにもですね、ハイブリッドダウンパーカーという大名作のダウンがあるんですが、この2つの違いとしては、ユニクロの方はちょっとスポーティーな印象があるんですね。それに対してグローバルワークは割とこうウール見えするような素材感にしてあるので、割と都会的なダウンの雰囲気に仕上がってるかなと思います。このあたりの両者の違いで選んでいただくといいかなと思うんですが、割とグローバルワークの方が大人世代ですね、40代以上の大人世代にはデザイン的にもベーシックで使いやすいですね。まあ、ポケットもハイブリッドダウンパーカー、ユニクロのものに比べると結構すっきりとあまりですね主張しないような付け方になっているので、使い勝手がいいかなと思います。あとは着丈の長さなんですね。従来よりも少し長めに設定してありまして、ジャケットやスーツの上に着た時にもジャケットの着丈よりもダウンの着丈の方がやや長めになっているんですね。まあ、そうすることでお仕事でも使っていただけますし、なおかつ結構お尻がですね、丸々見えるような短い丈感ではないので、大人世代に結構似合いやすいかなと思います。まあ、特に40代以上の男性にはこちらのダウンが結構ハマりがいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。まあ、カラー展開は3色ですね。もうベーシックカラーのブラック、グレー、ネイビーというところが展開されているんですが、個人的に今回推したいのはグレーですね。まあ、ユニクロのハイブリッドダウンパーカーもカラー展開結構豊富で、まあ、ブラックもネイビーもグレーもあるわけなんですが、個人的にはちょっとこうウールライクに見える素材感でグレーですね。このアーバンダウンに関してもかなり色が濃いめのですねダークグレーになっているので、すごく上品で使いやすいかなと思います。まあ、ブラックのダウンっていうのはすでにお持ちの方も多いと思いますし、ブラックのダウンにブラックのパンツを合わせるとちょっと重たくなるんですが、ダークグレーのダウンに対していつも僕がおすすめしているブラックのスラックスとかは非常に相性がいいかなと思うので、まあ、こちらはグレーを推したいなと思っています。フード付きのデザインになっていますが、取り外しが可能になっていまして、スタンドカラーのようにですね着ることもできるので、そのあたりの見せ方の違いというところも楽しめるのも結構一つの魅力かなと思います。まあ、毎シーズンですねこのあたりも定番的に展開しているダウンなので、まあ、一着持っておいてまず間違いがないかなと思いますし、意外とど真ん中のですねベーシックなダウンって探しても見つかりづらかったりするんですね。その点グローバルワークは割とこうベーシックなところを軸足しながらのアイテムも多いので、かなり使いやすいんじゃないのかなと思います。結構ユニクロと比較するとグローバルワークの方がややトレンド感のあるアイテムが多い印象なんですが、意外とですねこういったダウンに関しては大人見えするものも多かったりするので、40代以降の男性にもめちゃくちゃよく似合うと思いますので、ぜひこちらもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、アウターの下に着る丸首のニットですね。これもですね大人には欠かせないアイテムの一つなんですが、まあ、今回ご紹介したいのはこちら、ふわふわハグミーケーブルニットですね。これもセール価格になっています。まあ、丸首のニットはですね僕の動画の中でも散々皆さんにご紹介してきたので、まあ、すでにお持ちの方も多いかなと思います。ですので今回はちょっとですね方向性を変えてケーブル編みのニットの方をですね皆さんにご紹介できればなと思います。ちょっと
クラシックで温かみのあるようなケーブル編みのニットというのは、着るだけで表面の凹凸感も楽しめるので、いつものニットとはちょっと違った雰囲気で、着こなしの中に良いアクセントになってくれるんですね。そういった意味では、一着あると、いつものニットとは見せ方変えられるんじゃないのかなと思います。まあ、クラシックな雰囲気なので、失敗するとちょっとおじさんっぽく見えたりするのがケーブル編みのニットでもあるんですが、まあ、こちらに関してはサイズ感が少しゆったりめになっています。現代的なシルエットになっていますので、割とですね、古臭いようなニットという感じにはならないので、なかなかバランスがいいなと思います。生地の厚みとしても中肉厚で、このあたりもちょうど使い勝手もいいですし、まあ、今時期だとこの単体で着ることはあまりないと思うんですね。必ずこの上にダウンだとか、コートだとかそういったものを着るかなと思うんですが、そんな時にも収まりが非常にいいようなですね、厚みになっているかなと思います。で、カラー展開がですね、結構豊富なんですが、今回僕が一押ししたいのがブルーですね。こちらがなかなかいいカラーリングになってるかなと思います。まあ、ケーブル編みのニットというとやっぱりこうホワイト系だとかネイビーだとかベーシックカラーのイメージがあって、すごくクラシカルな雰囲気もあるんですが、まあ、ちょっと綺麗な色を取り入れることで古臭く見せないことだとか、差し色的に使ってあげるのがすごくバランスがいいかなと思うんですね。そういう意味ではこのブルーが非常にバランスがいい仕上がりになってまして、まあ、ネイビーのコートの内側に入れてグラデーションで楽しむのもいいと思いますし、先ほどご紹介したグレージのコートの中に差し色として使うのも意外とバランス良かったりするので、これはこれでいいと思います。あとはダークグレーのですね、ダウンの内側に差し色として使うのもすごくいいかなと思うので、これはなかなか使い勝手がいいかなと思います。ちなみにユニクロにもスフレアンのケーブルクルーネックセーターというものがあってですね、こちらも使い勝手いいんですが、カラー展開の中にライトブルーみたいなものがないので、割と差別化ができるかなと思います。ブラックだとか結構ホワイト系のものに関してはユニクロでも買えますし、値段はユニクロの方がちょっと安いので優位性があるかなと思うんですが、ちょっと綺麗な色になるとイエローとかグリーンのようなビビッドな色になってしまうので、なかなかトライがしづらいと思うんですね。まあ、そんな時にグローバルワークのブルーなんかはすごく雰囲気がいいし、ユニクロに比べると少しゆとりがあるので、トレンド感もちゃんと取り入れられるかなと思うので、これはなかなかいいニットかなと思いますので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目はですね、またアウターに戻っていきたいなと思うんですが、これもなかなかいいなと思いました。ライトウォームキルトブルゾンですね。このアイテムに関しては真冬向けのアイテムというわけではなくて、割とですね、冬の前半だとか、あとは冬の終わりですね、春へと季節が移行するときにまた使えるアイテムなので、今時期に買ってこれから3月ぐらいにまた使うのもなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、キルティングジャケット自体はもうオーソドックスで定番的なアイテム、昔からあるようなアイテムではあるんですが、ここ数年再注目されていまして、いろんなブランドでリリースされています。トラディショナルウェザーウェアのものだとか、そのあたりも僕もですね愛用していまして、結構使いやすいんですよね。僕もですね、12月の後半とか1月でも割と気温がですね10度超える時には、結構このあたりのですねキルティングジャケットを着ることが少なくないんですね。特に室内で過ごしたりだとか、あとは車だとか電車の移動が多い時にはダウンだとちょっといちいち脱いだりしなくちゃいけないんですが、キルトジャケットぐらいであれば着たままですね過ごせるので、意外と使い勝手がいいんですね。ですので意外と真冬でも使えるシチュエーションはあるんじゃないのかなと思います。で、価格も含めてかなりバランスがいいと思うんですね。まあ、定価9900円なんですけども、かなり値下げ率も大きくて、これぐらいの価格帯でキルトジャケットってなかなか買えないと思います。まあ、ユニクロとかにも似たような感じあんまりないので、これは一着持っといてまず間違いがないかなと思うんですね。まあ、カラー展開はブラックとネイビーの2色になっていまして、まあ難しい、これどちらでもいいと思います。ブラックだとシャープな見た目で全身をシャキッとまとめることができるんですね。キルトジャケットは表面のキルティングの部分がですねちょっとカジュアル見えするので、ブラックでシャープにまとめるのもいいですし、ネイビー選んでもちょっと柔らかみが出てですね、これはこれで親しみやすさが出るので非常にバランスがいいので、まあ結構お好みで選んでしまっていいんじゃないのかなと思います。で、このようなキルティングジャケット共通のデザインではあるんですが、襟の部分はコーディロイ素材を使っていて、少し素材感の違いを楽しむことができますし、丈の長さもですね絶妙でやや長めの設定になってるんですね。これはなぜかというと、スーツやジャケットの上に着た時にもちゃんと収まりがいいようなバランスで設計されてるからなんですね。ですので意外とこれオンオフでも使えることができるというところも含めて、かなり使い勝手のいいアイテムになってるかなと思います。まあ、素材もですねエアサーマルというですね高級
気の素材使っていまして、軽いですし暖かさもしっかりと感じられるような素材感になっているので、このあたりは大手企業だからこそこういった素材を使えますし、この価格で抑えることができるので、かなり優位性を感じるポイントかなと思っています。まあデザイン的には癖がなくてすごく使いやすいようなベーシックなところをついてきてくれているので、これ一着買っておけば来年以降も使うこともできますし、まあ季節もですね意外と長く使えます。秋から冬の始まり使えて、そして冬もシチュエーションに応じては使えて、春の始まりまでは使えるので、結構長い期間使えるアウターとして、ぜひ皆さんもこちらチェックしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、ちょっとこれ方向性変わってくるんですが、サロンドグローバルワークのですねホームスパンジャケットですね。これもですね結構買いやすい価格帯になっていますので、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思っています。僕はですねジャケットというアイテムはすごく好きで、いろんなブランドのものを着てきましたが、リングジャケットというブランドすごく好きで、結構コートからジャケットまでいろんなものを買ってきました。国内ブランドの中では最も信頼感の高いですねスーツジャケット専業ブランドなんですが、グローバルワークとコラボレーションすることで価格帯グッと抑えてですね、このリングジャケットの世界観を堪能することができるので、これまでも動画の中でも何度も何度も皆さんにですねご紹介をしてきました。でジャケットなんですが、僕はですね意外とユニクロの中でもそんなにジャケットって押すことがないんですね。これなぜかというと、割とこうビジネスシーンで着るものに関してはちょっと値段を上げた方が気映えもするしテンションも上がるからなんですね。ですがこのグローバルワークとリングジャケットの協業のシリーズは、僕も何着は持ってますが、めちゃくちゃよくできています。本家のリングジャケットのアイテムを僕自身結構買ってきたので、その違いを見てもですね、この価格帯であればもう全く問題なく着れるでしょうというですね安定感を感じるので、まあ皆さんにもすごくおすすめしやすいようなアイテムかなと思っています。リングジャケット特有の肩周りの雰囲気ですとか、あとはラペの雰囲気なんかもですねしっかりめに仕上がっていまして、まあライトな雰囲気というよりはちょっと重厚感があって、大人の男性にはすごく似合いやすいかなと思うんですね。このアイテムが20代の方に似合うかというと、まあちょっとですね雰囲気合わないかもしれません。やっぱり大人世代にこそこのリングジャケットのですね雰囲気って合いやすいかなと思うので、30代後半から40代以降の男性にお勧めしたいようなアイテムになってくるかなと思います。中でもこのホームスパンという素材なんですが、結構ですね厚手でざっくりと粗めのですね素材の雰囲気が出ていまして、まさに秋冬にぴったりのような素材感になってるかなと思います。僕はこういったジャケットとかスーツの素材感って、できれば通年で着れるような雰囲気のものの方が好きなんですね。使いやすいので、使える期間も長いので便利なんですが、まあ、せっかくセールになってるんだったら、このような季節感のあるような商品っていうのも一着ぐらいこのタイミングに買ってみるのも悪くないんじゃないのかなと思っています。まあ、特に大人世代であれば、こういったホームスパンの生地で丸首のニットだとか、ちょっとハイネック気味のニットと合わせて、ボトムスに関しては細身の色落ちしてないようなデニムなんかで合わせていただいても、休日のスタイルとしてはすごくハマりがいいかなと思うんですね。まあ、ビジネスシーンで使ってあげてもいいかなと思うので、このような上品なリングジャケットの雰囲気を持ったジャケットをですね秋冬用に1枚持っておくのもセールならではで使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。でカラー展開がネイビーとチャコールという2色になっているんですが、まあ、このホームスパンのですね温かみだとか、ちょっとこう懐かしさみたいな雰囲気を考えるのであれば、ネイビーもシャープでいいんですけど、ちょっとグレーの雰囲気と合わせた方が僕はバランスがいいんじゃないのかなと思っています。一応こちらセットアップで組めるようになっているので、ボトムスもちゃんと用意があるので、まあ、セットアップで合わせてちょっと季節感を出すというのもなかなかいいかなと思うので、まあ、セールの期間にですねこのようなアイテムを試してみるのもなかなかいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではグローバルワークの冬のセールでおすすめしたいアイテム5選というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、どのアイテムに関しても結構使い勝手がいいし、意外とグローバルワークって若い世代の方が多く買うのかなというイメージもあるかなと思うんですが、まあ、僕ら大人世代にも使いやすいもの多いんですね。まあ、サロンドグローバルワークなんかまさに大人世代向きだと思いますし、チェスターコートやダウンに関しても割とこうベーシックなサイズ感で大人にこそ似合いやすいような
なものだったりするので、まあ、どんどん僕ら世代も使っていくのがいいんじゃないのかなと思います。まあ、ユニクロと比較をしても、まあ、似たような商品ってユニクロにもグローバルワークにもあるんですね。ですが細かく見ていくと素材の質感だとか、あとはカラー展開とかが違ってくるので、やっぱりこうグローバルワークでしか買えないものもたくさんあると思うんですね。まあ、そういったものを中心に今回ご紹介してきたので、まあ、ユニクロとの差別化ですね。ちょっとユニクロもいいんだけど、もうワンランク上げたいなとか、ちょっと違った雰囲気を楽しみたいなとか、ユニクロだと人と被る可能性があるからちょっと違ったものを買いたいなという時には、やっぱりグローバルワークの立ち位置ってすごくいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、このタイミングにアイテムの買い足しを検討していただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思っているんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1回ですね、ライブ配信をやっています。皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画ではなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を最速で毎日投稿しています。僕もほぼ毎日記事を書いていますし、僕以外の専門家やスタイリストも記事を書いてくれています。それだけではなくて参加者の皆さんも記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっています。気になる方はこちらもぜひ概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。